こんにちは。第73世竹野内好きね、竹内睦頼です。今日は第103代天皇後土御門天皇について語りたいと思います。将軍は第8代将軍足利義政です。銀閣寺で有名ですね。僕銀閣寺好きなんですよね。よく行ってます。でもこの人子供はできなかったんで、弟の義美っていう人に、お坊さんになった義美に、次の将棋になってくれって頼んで、義美を元族させたんですよ。元族っていうのは、お坊さんから一般人に戻ることです。合意に戻したんですが、なんと奥さんの日野富子、お金に汚いっていうか、厳しい日野富子に子供が生まれたんです。それが足利義政です。そのために、義美と義久、どっちを将軍にするかというんで、戦乱が起きました。その結果起きたのが、応仁の乱です。ここから戦国時代が始まるんですよ。一番重要なところからね。ここを押さえておかないとね。1467から1477。この10年間で、京都で、全国の守護大名たちが集まって戦ったんですよ。これが戦国時代の始まりです。東軍は、管領、細川勝元。西軍は、山名宗伝。ちなみに、細川勝元の奥さんは、西軍の総大将の山名宗伝の娘です。要するに、サザエさんで言えば、マスオさんと波平さんが戦争したんですよ。えらいことになってますわ。で、山田宗伝は西陣を張ったんです。そこで発達したのが西陣織です。京都で有名な。で、そこに、細川勝元は天皇と将軍を取りましたので、今のそうじゃん、天皇と将軍がいないと勝てないって分かったんで、我が南朝、小倉の宮を迎えて、西陣の宮として戦いました。我が南朝は山の宗伝派につきました。そして戦ったのです。それが鬼の乱です。これが戦国時代の発端です。もう力と力、力と力です。で、なんと、その、総大将、両方、細川勝元と山田宗伝は、合戦中に死んでるんです。やってらんねえ、ってことで、中国地方から来た大内政元が帰ったことによって、10年間で一応、この戦争一旦終結しましたが、もうこの段階で、もう力と力、力と力ですよ。そして山城では黒人たち、その国の土豪たちが一揆を起こします。山城国一揆、黒人たちが一揆を起こすんです。そのことかつて予備校で喋った時、その後生徒たちと焼肉に行った時、武井先生すごいですね、黒人が山城の国を京都を取ったんですね。あ、そうだよ。黒人が京都を取ったんだよ。すごいですねって。日本の京都を黒人が取るなんて。いやー、黒人たちはね、強いよって。やっぱり黒人強いんですねって。いやー、宇治の平等院でね、ってみんな会議してね、決めたんだよって。黒人たちが宇治の平等院に行ったんですか？いや、宇治の平等院で会議したんだよ。十円玉の裏側のあの宇治の平等院で会議したんです。すごいです、すごいですって、みんなが、生徒が言ったんで、気がつきました。国の人と書いて黒人なんです。生徒たちは黒い人の黒人と勘違いちゃうんです。それはすごいと思うわ。黒人が、やはり主語を倒しましょうって言って、黒人が主語を倒したと勘違いしてたんです。
やはりきちんと生徒たちの声を聞くのも重要ですね。それは黒人が京都を支配してたらびっくりするわ。ここはアフリカじゃない。びっくりした。この後は一期いっぱいあります。加賀の一向一揆で100年間一般民衆が支配した国があります。まあ一般民衆というよりは浄土真宗の僧侶です。本願寺が握ってましたね、バックは。この後吉田神社に隕石が落ちてきます。ピューパーン。そしたら吉田神社の管理者のトップの人が立ち入り禁止だって幕を張って、で根性で小さな神社作ったんですよ。突貫工事で大元宮っていう、もう突貫工事で作ったんですよ。でみんなに参らせたんです。ここの神社に天照大御神が降りてきたと。隕石はみんな見てますから、天照大御神が降りてきたんだって言われたら信じちゃうんですよ。で信じてない人もいたんで、天照大御神を信じないやつは大変な罰を受けるぞって吉田兼友っていう人ね、管理したんです。吉田神社の管理した吉田兼友は言って、で結局ご土御門天皇は勅使を派遣して、水を飲めなくするぞと大御神様は言ってるって言って、飲んだら塩辛いんです。塩辛い、飲めないってなったんです。ということで、大元宮は認められました。しかし、現在の資料では昔の資料をチェックしたら、その時吉田神社の神主たちが塩を買い占めてたんです。直使が来るちょっと前のところで塩を流しまくってたんです。うまいですね。新興宗教の教祖になりますね。さすが唯一神道吉田神道の教祖だけあります。教祖様は何だってやりますよね。まあ、ご土御門天皇はね、ともすれば道に迷えるっていう歌を詠んでます。道に迷えるよなっていう歌を詠んでます。気持ちわかります。一時は日野富とこと関係があったんじゃないかという噂もあります。男と女であったりとか、そういう変な隕石とか詐欺であったりとか、マスオさんと波平さんの戦いがあったということがあった時、天皇だったっていうのは大変だったでしょうね。こちらまた電子図書で歌を全部入れてきますから、ご土御門天皇のことを、思いましょう。有名じゃない天皇ですが、こういったことも、今度五段町ライブラリーで出す、電子図書で語っていきたいと思います。もうすぐ、全部終わりますからね。4月30日に終わるようにしますから、そしたらもう編集を開始します。それではまた。さえも捨てて帰り見ないなら、君の中の日本文化に気づき、鏡の中を見つめ直して。